皆さんこんにちは、バロです。リムワールドやっていきたいと思います。前回、機械の襲撃を受けて、まあ要はこれさ、めっちゃ食べられてんだけど、カッテンの足が、左足が、まあちょっとね、やられちゃって、義手をね、まあちょっと作っていきたいと思って、今、ジェットさんに頑張ってもらってんだけれども、どうかなと思ってね、先進コンポーネント4つ、1個のコンポーネント20個の、スチール、10個のプラスチール。ということは、コンポーネントはちょっと一回後回しにして、とりあえずそれだけ作ってもらって、先に、先進コンポーネントを作ってもらって、足を作ってもらおう。そして、カッテンに、足を移植してだね。とりあえずね。まあ、前回、前々回からずっと言ってんだけど、いや、もっと前からか。ここ、まあちょっとね、改築していこうっていうことなんだけど、ちょっとまあね、先に、あれだね、あの、マッファローの子供にも名前つけなきゃいかんね、あれ。メスか。メスの子マッファロー。年齢2歳。まあどうかな、売るかな、もしかしたら。よしよし。料理もはかどってきたね。ちなみに木もまだある、大丈夫。よし。いやー、冬になる前にいろいろやらなきゃいけないことがいっぱいあるね。お、トウモロコシも収穫できるぞ。 OKOK。 OKOK、 いい感じいい感じ。手の込んだ料理5つ。10個に変えよう。そしてパルソンが起きたね。で、ジェットさんが、この、先進コンポーネントを作ってくれだしたし、あとはちょっと時間とともにってことなのかな。少しずつ、やっていかないといけないね。よーし、朝になってみんな起きたかな。トニーとジェットさんだけ起きてるって感じ。ペットフード作ってないよね。なんで今ローリー持ってたんだろう。お酒もあと 1.2 日。多分次回の動画でお酒が出来出すんじゃないのかな。あら、防弾ジャケット脱いでる人がいるぞ。いつの間に。全然見てなかった。あれ、てかジェットさん、そのシンスレッドの服着てたっけ。コート、君じゃなかった。まあいいんだけどね。そろそろ交易もしに行かないといけないかなとかってね、思ってます。まあね、要は物がちょっと多いし、売りたいよね。まあちょっと売りに行くか。じゃあス
チーム354。もうちょっと掘っておいた方がいいかな、これ。うん。なんだこの置き方は。ホタルの家をとりあえずもう先に建てちゃうかな。なんか後回し後回しにしすぎてる。おいおいは、なんていうのかな、ブロックで石で作っていこうとは思ってますけど、とりあえず7、6、6、木製のドア。わ、どうしよう、どっから出よう。こう出してあげるかな。じゃあで6、7か。こうして冷暖房の通気口、はい、そしてクーラーどうなの、こうつけた方がいい、よね、こうか、よし。あ、待った、ちょっと一回ここまでだな。うん、とりあえず先にカッテンの足ができてからもろもろ作った方がいいよね、やっぱり一つずつ。うん、これで先進コンポーネントが3、あともう一つ。うん、で迫撃砲ももう少しでできるな。うん、食料もだいぶ増えてきたから、やっぱりトウモロコシは強いね。量が多い。うん、さすがです。まあちょっとその他もやっていきたいところだけど。それからジョイント作ってくんなくなっちゃったな。まあね、他に仕事を回しちゃってるからね。まあ木材も大丈夫そうだね。うん、まあ先に何はともあれ勝っての足だよ。いやー、だんだんこう擬態化があれだね、普通になってくるよね、こうやってやってると。どうなのかな、確かに材料は必要だけど、指の機能 112% なんだよね。で、なんだっけ、アルテックスだっけ、アルコックスだっけ、なんかね、そういうなんか腕とかもあるんだよね、作れないけど買ってきて、なんかこうちょっとこう高性能な腕とかもあったり。うん、あ、プライヤー作ってくれだしたね、タバコ。うん、これあと売りたい。うん、とうとうここのスチールも全部借り尽くしちゃったし、あとここの中が気になるよね、何が入ってんのかなっていう。機械なのか、それとも冬眠装置なのか。うん、外
なんだ君は。ウサギが死んでる。ウサギとやり合ったんだろうね。よし、お肉はちゃんといただくから。さて、あとこれができたら、あとコンポーネント、うーん、1個で足を作ろう。で次回足を、カッテンの足を、左足だっけ、左足を作っていきたいよね。うん、まあ義足でもいいんだけど、もう先にパッと作っちゃった方がいいかな。うん、木よりねっていうやつなんだけどね。うん、さすがにトウモロコシは多いね、収穫量が。あー、いいじゃんいいじゃん。はい、先進コンポーネントできましたよ。さて、よしよし、足を作りましょう。これでコンポーネントあと3つ。全然足んないな、やっぱり。あら、ここにマンブロージアがある。よし、収穫しちゃって、うん、ローリー、それ、うん、まあいっか。だいぶ収穫できたね。なぜ運搬してくれないんだろうな。皆さんどこ行った？あ、これを収穫してくれてんだね。うん、よし、それ収穫したらバロさん手動で運搬してもらいましょう。お、ローリー持ってってくれる？持ってってくれない。お、バロさんじゃなかった、トニーだ。全然すごい間違えてた。持ってってくれたね。よし、オッケーオッケー、いいじゃんいいじゃん。あとはこっちも可能であるならば運搬してもらいたいんだけど。ブルーファー、うん、うん、これはまあ次回だな。足はね、強化歌詞でいいのかな。で、このアンブロージア、ね、ジェットさんさ、このアンブロージアちょっと、あ、まとめて、うん、これ運んでくれてんだね。よし、薬草も、はいはい、よし、 OK。 おっと、なんだ、人狩り集団、人狩りのチンチラ集団がこの地にやってきました。やつらは地域をうろうろし、獲物の人を狩ります。やつらは誰かがドアを通るところを見るまではドアを攻撃することはありません。内側に潜んでいれば安全でしょう。また動作しないタレット動作していないタレットを攻撃することもないので、残しておきたければ電源を落としましょう。その場所を見る。おうおう、マジかマジか、18匹。これさ、
やってやれないかな。こうしてこうして全員並べて、うん、これで、こうすんじゃん。でトニー狙撃で残しておいて、うん、うん、うん、これでどうだろう。すげえ数。これ変な話、1匹2匹ペットにできないかしら。救出すればいいのかな、1匹残ったら。あら、七面鳥が殺されてる。さて、早いな足が。お、攻撃しないの。お、さすが、さすが。これどう。あ、終わった。うわー、だいぶ怪我しちゃったなこれ。これやっちゃったね、完全に。これ僕の完全に判断ミスだなこれ。チンチラ16匹、生きてる子がいるでしょうここに。チンチラ5歳。あー、これきついなこの子。ただもう生きてる子いないね。はい。ではバロさん。チンチラ噛みつかれた。トニーは引っかき傷。勝手に噛みつかれた。あれだね、みんな。はい。はい。はい。よし。で、医療ができたのは、まあいいや、誰でもいい。君を救出しよう。一匹ね。で、パウルソンに、お、ホタルマジか。自分でやっちゃうそれ。自分でやっちゃった。だったらさ、はい、はい、来たなパールソン。まあね、このチンチラ生きていれられれば、なんていうの、ペットにしたいよね。まあ難しいかな。よいしょ。はい、じゃあパウルソン。あら、これも生きてる。この子も。ケンダー？この子も助けてあげて。はい。よし。うん、よし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 、緊急介護。あれ、ちょっと待って、ロリー手なずける。手なずける。よし、これであれだね、成功すればペットにできるかな。よし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 、オッケーオッケー。
うん、よし、どうにかなりそうだね。うん、いやー、今回は襲撃を受けた回だったけど、うん、まあちょっと怪我しちゃったけど、まあどうにかなったねということで、多分次回は足をつけるようになるのかな、勝手がね、ということで、まあ今回はこの辺で終わりたいなと思います。次回は多分勝手の足ができて、足を手術できればいいなと思っていますと、冬になる前にこれだね、地熱発電をやっていきたいなと思います。お酒もまた次の動画だね。ということで今回はこの辺で終わりたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。